僕の話の28回目、今日はここで書いてあるように第、解説16回目、あのクライム&パニッシュメントの16回目です。さて早速始めましょう。前回はあれ前回はグリームの話、グリームのあのという単語はね出てきて、キラリと光るというか表情が輝く、彼の顔の上でね輝いたというような意味、なんかの嫌悪感の表情が、嫌悪感による表情がね、輝いたというような意味でグリームという単語から、まあ、グリームの説明しているうちに、ちょっと最後までいかなかったですね。でさてグリーム、どこまでいったかな、待てよ、グリーズね、ここまで行って、グリークラブ、喜び、グリーですね。それからこれ、滑る、グライド、滑るね。これはグレ光るとは関係ないけどもね、滑るような様子、滑るような様子っていうのはね、グライドで、やっぱりこれでも、これも表されてる。これなんでかっていうと、グラスとかね、グレイズとかこういう、あの、氷でしょ？氷を表しますよね。グラスとか、何？フランス語のグラス。これ氷でしょ？グレイシャー。グレイシャーっていうと、氷河でしょ？氷なんですね。氷っていうのは滑りますよね。だから、グライドもこれも。ね、滑るという意味になったのではないかなって勝手に思ってるんですけどね。そう考えると面白いですね。グライダーっていうのは滑るようにパーッと滑走する、何飛行機みたいなやつですよね。グライダー、滑る飛行機ですよ、グライダー。でこれはグレム、グレムっていうのは 何かな、これかすかな光、グレムっていうのはね、最後のこれね、ごめんなさい。グレム。これ、かすかな光という意味ですよね。というわけで、はい、そこまで行って、グリームについての話はこれで終わります。ね、で、次、グリームね。彼の、もう一遍英語だけ読みますけども、An expression of the profoundest disgust gleamed for a moment in the young man's refined face.ね、そういう表情が一瞬の間輝いたと、嫌だなというような表情がね輝いたんですよね。で he の後 he was by the way exceptionally handsome、 羨ましい、 above the average in height, slim, well builtWith beautiful dark eyes and dark brown hair. ここまでですね。で、He was ね、He was Raskolnikov は、He was, by the way, ところで、exceptionally handsome.、ま、例外的に、もう珍しい、もうめったにないほど、handsome だった。もうほんまにもう羨ましいんですよね。で、まあ、ところでね、これドストエフスキーの小説に限らんのかもしれんけど、大体文学者はやっぱり美男美女で、やっぱり主人公に従いますよね。それは無理ないですよね。その方が面白いですよね。で、僕あんまりそんなに文学知りませんけど、ドストエフスキーも結構美男美女を前に立てて、でこのね小説でもクライム&パニッシュメントでもね、3人も美男美女、4人かな、美男美女をザーンって、え5人かもしれんな、なんか美男美女が6人だわ、ごめんなさい。美男美女が中心なんですよね。武男とかあんまり、ね、あんまり見かけの良くない女の人は少ししか出てこないですね。で、あんまり見かけの良くない女の人はすごく性格が良くったりね、するんですよ。ともかくね、美男美女が
出てくるんですね、結構ね。で、美男美女なのに性格もむちゃくちゃ良くって、もう言うことなかったりするんですけどね。まあ、ともかく、たくさんの人がそういうのが出てきます。というわけで、エクセプショナルハンサム。ね。エクセプションなんて。で、above the average in height。背の高さもな、ね。平均以上だったわ。で、ハイトっていうのはね、もちろん山の高さっていう場合もあるわけですけども、背の高さの場合も使うということですね、これね。で、スターチャー。背の高さだったら、スターチャーという言葉もありますが、ハイトと言ってもいいみたいですね、ここでね。これはスレンダーだということですね。ほっそりして、スレム。この SL、スレムという言葉、ちょっと気をつけてください。後で追求します。で、well built、がっしりしてるというか、がっしりしてるというかね、ほっそりしてるのにがっしりしてるんですよね。で、がっしりしてるというか、体格がいいというか、ね、バシッとしてる。で、with beautiful、直訳するとこれ、ね、よく作られているということだから、まあ、がっしりしてるというか、しっかりね、筋骨はたくましいわけですよ。ほっそりしてるとはいえね。で、with beautiful dark eyes and dark brown hair。美しい、なんていうの、黒い目をしてて、綺麗な目をしてて、and dark brown hair。焦げ茶色、濃い茶色の、ヘアを持っていた。茶色って言ってもね、日本人の茶髪というものとは違ってて、例えば僕の髪の毛、これちょっと僕はもう年取ってしまってるけど、これね、これ十分にブラウンだそうなんですよね。目も僕の目はブラウンだそうなんですよ。日本人僕らはこれ黒だと思ってますよね、これもね。目と。でもね、ヨーロッパ人に言わしたらね、これでも十分ブラウンなんですって。で、これもブラウンなんですって。で、ブラックって何か言ったら、パキスタン人の髪の毛とか目がブラックなんですって。なるほどね。僕にはよくわかりませんけどね。ともかく、ブラウンヘアって言ってもね、僕と同じようなもんかもしれませんね。茶髪とか言うんじゃなくてね。で、というわけで、ここまで言ったから、このスレムね。この、ほっそりしたというスレムという言葉を追求しますね。簡単な言葉だけどね。これに似た言葉というか、スレムね。ほっそりしてる、スレム。スレンダーという言葉ありますね。S と L がくっついたらなんかほっそりした感じがしませんか？スレム、スレンダー。いかにもほっそりした感じ。日本語でもほっそり、そり、ほっそり、すら、すら。ね。まるでこれと一緒じゃないですか。日本語のね、スラっていう時に SR が出てきますね。スラ、SR でしょ？スラリとしてる。ね。そろっとするとか、さらっとする。なんかね、こっちもほら、スレンダー、ほっそりしてるけど、SL、日本語のスラって SR、似てますね。ね。で、それからね、スライド。これはほっそりしてるわけじゃないけどね。ほっそりした体だっていうのは、なんか滑るような、スラリとして、なんか、ほっそりした体はね、なんか滑ってるように見えません？スラッと、流線形でね。なんか、もしほっそりした体の上に乗っかってもね、スラッて滑りそうな感じです。だからスライドなんですよ。ね。そういうふうに勝手に僕は思ってるだけですよ。別に偉い先生が言ってるわけじゃない。思ってるだけだけども、そう思ったら面白いじゃないですか。ね。スライド。ほっそりしてるから滑るんですよ。スライドね。スレイ。これは、ソリっていう意味だったかな？なんか忘れた。なんか、スレイ。ラッシュ、なんだろう。なんとかかんとかかんとか、なんとかかんとかスレイっていう歌ありますよね。クリスマスの歌でね。Rushing through the snow, in a one horse open sleigh. そう、in a one horse open sleigh の時に出てきますね。Dashing through the snow, in a one horse open sleigh って、sleigh って出てきますよね、これね。
あの、例のあのクリスマスの歌ですよ。で、ソリですよね、ソリね。で、このスレッドもこれソリですね。見えない、ごめんなさい、見えないの。これスレー、スレー、スレッド、スレー、両方ともソリですね。やっぱりこのス、SL、SL、SL が、ス、スが出てきますね。これ滑るから、ス、スが出てくるんだと思ったらいいんですよね。なんかほっそりしたものと、滑るものとが共通してるイメージね。スロー、これ、ほっそりもしてないし、滑りもしない。けどもスロー、なんでか。なんかゆっくりしたものにね、スローリー、スローリーっていう感じがしますよ。日本語でもソローリって言うじゃないですか。ソローリって言った時に SR が出てくるでしょ。で、英語でもスロー、ソローリ、ソローリ、スロー、スロー、そっくりじゃないですか。ね。SL というのはゆっくりな感じもするんですよ。滑る感じ、ほっそりした感じ、で、ゆっくりした感じ、全部なんか共通してるような感じするんですよね、僕には。滑るのはゆっくり滑るというような感じ。ほっそりしたものの体の上に乗っかると、そろーりと、ね、ゆっくり、滑り落ちていくような気がするんです。スレップ。スレップもそうです。滑るんですよね。何これ？スラッシュか。スラッシュ。さっと切るっていう。スラッシュ。ね。プシャッと切る。さっと切る。スラッシュ。ね。第一、パサッと切るとき、日本語でもパサッと切るとかね。さらっと切るとか言う、なんか言いません？ね。その、向こうの人は、スラッシュ、スラッシュっていう具合に切るときに、そういう音が聞こえるんですよ、多分ね。すごいことも、大昔の人はそういう具合な音を聞いたかもしれない。ね。スラッシュっていう具合に聞こえる。切るんですよ。日本語では、さっと切ったりね。さらっと切ったりするんですよ。英語では、スラッシュっていう具合に切るんですよ。で、スリーク。これ滑らかっていうのは、スリーク。これも滑らか。ね、ここら辺と、なんか、ね、滑る様子と似てません？あるいはほっそりした様子と似てません？スリーク。滑らかいっていうのは、スリークね。スレップと似てるでしょ？ね、滑らかなもの。滑らかだから滑るんですよ。ね、スリーク。スライス。スライスチーズは雪印っていうやつですよ。雪印のチーズはね、スライスされていますね。スライスチーズ。スライス。これもやっぱりね、スラッと切る。ね、あるいは滑るように切る。パサッと切る。で、これは、スレック。ツルツルとしてる。これも滑るような様子。パサッと切ったり、ね、ほっそりしたものを、連想させる。僕が勝手に想像してるんですけどね。スライト。これは、ほっそりしたという意味もあるんですって。これ、かすかなという意味もあるけどね。あるいは、軽視する。ちょっと、軽んじるというか、そういうような意味もあるけども、ほっそりしたという意味もある。ほっそりとした、スレンダーとかスレムとよく似てる。スライト。スレット。これは、細長く切るということでね。スレット。ここら辺も、なんか、これ全部なんか似通ってますね。なんかイメージが。スロープ。ね。坂ですよね。スロープ。これはスレンダーな人の上に乗っかると、スロスロスロっと坂を降りるかのように、スロスロスロっと降りていけるから、スロープ。なのかもしれないですよ。本当に。スロット。これ、細長い穴ね。これは、細長い穴は、まるで、スポッと切ったら、ね、スロットという音をする。ね、細長い穴を切るときに、ナイフで細長い穴を作ると、スロットという音がするかもしれないんですよね。そういうように覚えとったらいいんですよ。ほんだら、記憶が定着して、二度と忘れない。まあ、こんな単語はすでに覚えてるって言われてたらそうだけども、すでに覚えた単語でも、そういうふうにまた覚え直す。そうすると、ますます、この英語の一つずつの単語に愛着を感じる。だから、パッと読んだときに、そのスロットという単語が出てきたら、スロットという音が聞こえるような気がする。ね。そういうふうに読んでいくと面白くなるんですよ。で、スロッシュ。これは、パチャパチャという音なんですって、スロッシュ。ね。実際、パシャパシャパシャって、ね、パシャパシャパシャって水溜まりの中へ歩くと、スロッシュ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 、
ちょっとうまく発音できないけどね、そういう音が聞こえるじゃないですか。スラップ。これはすする。うどんかなんかをすすると、それは日本人にはズルズルズルとかスルスルスルっていうふうに聞こえるけどね、だからすするって言うんですけどね、向こうの人はスラップ、スラップ、スラップっていう具合にすすってるように聞こえるに違いないですよね。これはもうまさにオノマトピーや、あるいはオノマトピーから来てるんじゃないかと、これ全部ね、そんなふうに気がするわけですよ。というわけで、全部、これは SL で始まってる、スル、スル。ね、初め僕が紹介したのは、ほっそりしている、スレムね。で、スライド、滑る。ね、それから、切るとか、スラッと切るとか、シャパッと切るとかいうような感じ。ね、さて、もう少し行きましょう。で、スレムでしょ。ね。でまあ、ともかく ラスコーニコフはスレムだったと、ね、ずっと言って次 Soon he sank、 まもなく彼は沈んだ。 Sink, sank, sunk ですね。まもなく彼は沈んだ。どこに沈んだかというと、こういうものの中に沈み込んだ。 Deep thought の中にね、深い思索、深い思考、考えの中に沈み込んだんですね。深く考え込み始めたんですよね。沈潜したんですよね。 Or more accurately、 あるいはもっと正確に言うと、 Speaking、 ごめんなさい、 Speaking into a complete、 Speaking into a complete blankness of mind。 あれ？ちょっと待ってね。あれおかしいな、分からなくなったぞ。or more accurately、 あるいはもっと正確に言うとね、次、speaking というのはこれ、 speaking というのは sank into、 沈み込んだという sank into deep thought だけじゃなくて、 sank into、 speaking into a complete blankness of mind というふうに続いているはずなんですけど、はずですね。で、彼は沈み込んだ、ね、深い考えの中に沈み込んで、あるいは もっと正確に言うと、完全な頭の、空白ね、blankness、 空白の中に、中へと喋ることに、沈潜したっていうんですよね。なんか、ちょっと分かりにくいけどね。要は、自分、頭の中が空白になって、その中に自分が喋り込んでる。ちょっとね、これ、あんまり自信ないんですけどね。そういう意味だろうと思うんですけどね。うん。ちょっとなんかよくわからん。まあ、しかし、まあ、空白、頭が空白になって、頭がぼーっとしてるけど、それでもなおかつ自分に対してなんか独り言を言い続けてると、そんな感じ、そういう状態に陥ったというような意味だと思うんですよね。というわけで、ここで一旦切り